みなさんこんにちは。ポテチン TV のポテチンでごじゃる。いつもご視聴いただきありがとうございます。へいしへいし。さあ今日の釣りはにょーん、見えますか。そう、石鯛釣りです。よろしく。今日の石鯛釣りは一味違う、二味も違う。なんと、私ここ鹿児島で石鯛釣りをやっているんですけれども、遠く遠くはるばる来たぜ、北海道からすっごくいいものが届いたんです。あのね、視聴者のね、これ名前言っていいのかな、ガッチャン、クッピップそう、ガッチャンさんっていう方がですね、視聴者の方にいらっしゃるんですけれども、その方個人情報、北海道の方なんですよ。でね、いつも北海道の美味しいものを送ってくださるんです。その中で今回見て、遠近法で顔が隠れるサイズだよとか言ってみようほら、すごい大きいよね。美味しそうなホタテ、私ホタテってさっき言ったっけ、そうホタテ、ホタテ貝を送ってくださったんです。ガッちゃんありがとう。多分というか、多分 100% 私たちの食用にということで送ってくださったと思うんですけど、すみません、ちょうどこのホタテが届いた翌日に、なんて言えばいいのかな、まあ、私の時間軸としては昨日これが届いたので、ちょっとだけ持ってきた、あのちゃんと自分たちで食べる分は残してきましたからね、美味しくいただきたいと思います。今日帰ってから食べたいと思います。その前に石鯛に食べさせようかなって思いました。最初ホタテって石鯛食べるのかなって思ったから、うちでね一緒に暮らしている石鯛の衣にホタテあげたら、はあってなんかすごい夢中になって食べてたから、あ、これいけんじゃないと思ったからね、持ってきました。ということで今日は北海道の超高級海産物ホタテで石鯛を釣るのだということで、久しぶりの魚釣り餌シリーズになります。北海道の美味しいものででっかい道を釣りたいと思います。今日もよろしくお願いしますでっかい道よろしくお願いします。シモシモがいる、親びっちゃうか、またツルツル、え、まあ、とりあえず餌取りだろう、朝一はね。とりあえず朝一頭目は、当たった当たった、よす、当たってるってる、当たってるってる、すごい朝一頭、いやでホタテだから、ホタテだったら私も食べるよ、私もすぐ釣れるわ。いい匂いがしてるんだろうね。うわうわ、当たってるってる。え、これは、え、これはいい感じの当たりなんじゃないかな。魚釣り餌シリーズって面白いですよね。なんか自分で言っててあれだけど、いつもガンガゼだから、なんかやっぱちょっと反応違うね。美味しいですか、餌どれだったんですかね。あ、やっぱ当たってる当たってる、引き込んだよ引き込んだ。あ、
あ、これ石物っぽいよ。しかも、もう叩いてる感じじゃないから、あ、いや、叩いてるのかな。なんだこれ。あ、ガキかな。あ、うわー。あ、もうちょっとで、もうちょっとでかかりそうだったんだけどな。うわ、おいしいな、食べるの上手だね。当たってるってる。すっごいめっちゃいい当たり。改めまして、あの時のガッちゃんから送ってもらったホタテはめでたく私の胃袋に収まりましたので、今日使うのは北海道から仕入れた新しいホタテです。でね、ちょっと前回使ってみてよく分かったことがあったんですよ。食いつきはいいんです、お魚たちは。ただ餌持ちがね、やっぱりちょっと悪いかったので、今日はちょっと工夫して、あのホタテをね、あのカン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 って割るでしょ、ラッコのように、の道具使って、頭使ってね、カン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 って割って割ってでね、赤糸で、あ、針にかけて、そう、割ったやつを針にかけて赤糸でグリグリグリって巻いて、当たってないね、大丈夫で、そっからあの餌持ち、程よくして、こうやって海の中にこう落ちていくでしょ。そしたら餌取りとかがパクパクパクってこう食べてる間に、この割った殻が石糸からポロって外れた瞬間、わーってきて、ガブってきて、ビューって走って、よいしょって言って釣ろうっていう、ちょっとなんかすぐには食べれないよっていう、今日はじらしプレー兆候で行ってみたいと思います。今日のホタテも美味しそうだよ。まだ日が昇っても来てない。太陽はどこから来るの日が昇ってきてないから、まだイシダイはね、起きてないかもしれません。あ、当たってる。当たってる、釣る。やっと来た、やっと来た。開始から約3時間弱。全く当たりもなく。だいぶデボ、デボってなんだ。だいぶデボスケなんですかね。あー、よかったよかったよ、お魚いたよあれかな、朝っぱらからホタテのじらしプレイはお好みでなかったのかしら。もうじらしプレイは終わり。おい、おいしいところをすぐにお届けに、お届けよ。あー、食ってる食ってる。わあ、お、来た来た来た。よし、来い。
さあ、来い。ああ、もうちょっと、もうちょっとなんだよ、もうちょっと。食べるの上手だな。うわー、めっちゃ食べてる。勢いがすごい。お腹空いてたんだね。よし、グッツアー。お、来た。あ、あ、あ、うぅ。お、来た。あ、あ、あ、うぅ。嬉しい。色じゃなくてガッキーだったね。はい、ガッキーが釣れました。ホタテで釣れたよ。ありがとうございます。なら、ちょっとサイズ的にちっちゃいのでリリースしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もっと大きくなる、なる。ちょっとね、まだ暑いのでね、ちょっと早急に。ガキありがとう、ありがとう。待ってね。まだだよ、まだ泳いじゃダメだよ、まだ泳いじゃダメだよ。勢いがあるんだね。よし、今だ。よし、これこれ、あれ絡まってる。あー、絡まっちゃった。こうしてこうだから。ガキ、そっちじゃないんだ、そっちじゃない。よし、今だ、脱出。網噛んでる。ダメだよ、噛んじゃ。あ、あ、帰った帰った帰った、よかった。ありがとう、本当にありがとう。おうちあっちだよ。はい、無事に帰りました。無事に釣れました。ホタテ、ホタテ。高級餌を食べたガッキーはより大きくなって、口じろ、口じろになって、また釣れ
また来るよって言って帰ってたかな。でもあれですね、鹿児島でホタテ食べられないじゃん。ホタテの味を覚えてしまったがゆえに、えり好みするようになったらどうしようかな。多分もしかしたら北の方にあの子行くかもしれませんので、その時は皆さんよろしくお願いします。ホタテをあげてください。当たってるってる。いやー、石垣台無事釣れてよかったです。かしかし、もっと大きいのが釣りたい。あれはね、もう、うん、リリースサイズですよね。この間もね、あれぐらいのやつ釣ったのでね、もっと大きいのをお見せしたい。おそらく私が釣った石垣鯛はこの地域の町内会長さんだったらしく、一気に回覧板がバーッと回ってしまってみんな散ってしまったようです。当たりも餌取りの当たりしかなくなってしまいました。まさか町内会長さんだったとは。まあでもね、ホタテで、北海道のでっかい道のホタテで石物が釣れることは証明できましたので、よかったです。ちょっとちっちゃかったですけどね。まあホタテはそうですね、底物をする時のあのガンガゼだったりとか赤貝だったりとかっていう、もう常に使う餌としてはちょっと餌持ちが悪いっていうのと、高いので高いので、すごい高いのでちょっとおすすめはしません。ただあの真冬とかで餌取りが全くなくて、もう本当一発入魂みたいな感じでデカバンを狙うのにはいいかもしれないですね。なのでちょっとまたすごい寒くなってからちょっと使ってみたいと思います。ちなみに今日のガッキーを釣るのにホタテは全部で25個使いました。金額は言えませんね。高い楽器をリリースしましたけれども、何か恩返しがあることを期待して。町内会長さん、よろしくお願いします。わかりましたって回覧板に書いときますって言った。そんなこんなで北海道の高級食材ホタテで石鯛を釣るのだ、魚釣り餌シリーズ、無事石垣鯛が釣れたということで完結。じゃじゃん。もうちょっとかっこいい締め方はなかったんだろうか。それでは今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。ありがとうございました。町内会長、大きくなって、なんだろうなんだろう、大きくなってなんだろう、また釣られてくれるかな。もう無理かもね。